はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は初めて福引きをやってみようと思います。福引き券も結構溜まっておりますね。150連いけると思います。なので、157枚か。これで行ってみましょう。10連を15回ですね。欲しいのは、まあ、特賞、もしくは、メタキン軍団だね。ゴルスラはいらないから、メタキンが欲しいです。どんな感じ？あー、なるほど。こんな感じなのね。青と緑は外れでしょう。あ、大外れだわ。6等のメタルな香水も意外とありだね。うん。赤が来た。あ、金も来た、金も来た、金も来た。な、お、特賞来た。特賞出たぞ。いきなり特賞出たよ。意外と特賞出やすい、これ。はい、30連目。いきなり特賞が来ました。お、なんかまた光ってるのが来たよ。なになになに？そういうのがあるの？あ、出た！出た！メタキン軍団コイン出た！これがすごい欲しかったのよ。レベル上げにはね、これ持ってこいだからね。来た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 。意外と出るじゃん。全然出ないかなと思いきや。で、おお、次シルバーが出たよ、シルバー。シルバーは、あ、一等だ。一等一等。で、メタルな香水も結構出るよ。これは意外と、どんどん引いていったらいいかもね。でも、単発で引くよりも、やっぱり30連とかそれぐらい貯めてからやった方がいいかもしれないですね。おー、来た！元気玉いいね。レベル上げがはかどるよ。え、お、何？なんかすごい音がした。でもまあまあ、いまいちだったな。でも特賞がね、一回出てるんで、意外と当たるんだな。世界樹な、結構当たってるな。まだ行きまーす。あ、シルバーが来た、シルバー。シルバーと紫。おお、なに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 ？来たー、これメタキンじゃない？来た、メタキン二つ目。で、迷宮コインの破片も1個出ました。いいね。これ50ぐらいまで多分すぐレベル上がりそう。これをやるとさ。また？なになに？来たーわ。お、ゴルスラ軍団。おー、これも出ましたね。もう10回いけ。あー、でもまあ、外れることもね、多々ありますよ。いや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 。意外といいね。でも、特賞はまだ1回。特賞はまだ1回です。最後にもう1回ぐらい特賞が来てくれれば嬉しいけどね。いや、でもね、全然いいよ。うん、携帯ゲームの、ガチャをイメージしてたんで。おお、何？来た、金だ、金。これは、特賞でしょ。特賞。特賞2回目。特賞2回目っすよ。はい。で、意外と発展してくれるもん。来たー。すげえ。また特賞だよ。で、メタ金もまた出た。すんごい出る。すんごい出るよ。おー。いいね、いいね。あと、10回だね。あ、これ、福引き、めちゃくちゃいい。いや、またメタキン来たんじゃない？これ。で、発展しました。特賞。やった。いや、だいぶ来たよ。だいぶ来た。おー、しかもこういう称号までもらえましたね。ありがたい。ちょっと待って。元気玉が14個。で、メタルな香水も17個ありますね。おー、いいね。これはレベル上げめちゃくちゃしやすい。で、おまとめか。あ、
あった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 。ゴルスラ軍団が1とメタキンが4。で、迷宮コインの破片が22。これ、良かったんじゃない?かなり出たと思うんだけども。はいはい。福引きは、かなり確率高いね。うん、ものすごく高い。でも、単発ではね、引かない方がいいと思います。なので、一回引くにあたっては、30回、もしくは50回ぐらいまとめてやった方が出るんじゃないですかね。いやー、よかった。今度これレベル上げしよう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。